形勢逆転だな、カイバ。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。俺のマジックカードの宣言枚数は4枚。何？手札1枚で4枚の宣言をするだと？そうだ、その4枚で貴様を葬る。本当に引けるとでも？1枚目、俺は手札より命削りの方殺を発動。手札を5枚になるようにドローし、5ターン後全ての手札を墓地に置く。何？2枚目、手札からマジックカード魂の解放を発動。互いの墓地から5枚までカードを選択し、ゲームから除外する。俺は墓地よりカオスエンペラードラゴンを取り除く。3枚目、手札から魔法再生を発動。手札のマジックカード2枚を墓地に送り、自分の墓地からマジックカード1枚を手札に加える。4枚目、ライフポイントを2000払い、手札より次元融合を発動。互いに除外されたモンスターをそれぞれの場へ可能な限り特殊召喚する。愚かな、ブリュンヒルデの攻撃力はドラゴンの数だけアップする。ブリュンヒルデの攻撃力に太刀打ちできるドラゴンなど。エメラルドドラゴンでブリュンヒルデを攻撃。ライフは50に。兄様、血迷ったか、カイバ。ドラゴンが減ってブリュンヒルデの攻撃力が下がってるぞ。カオスエンペラードラゴンでブリュンヒルデを攻撃。相打ちなら守備力を1000下げることでブリュンヒルデの破壊は免れる。ブルーアイズホワイトドラゴンでブリュンヒルデを攻撃。滅びのバーストストリーク。これでブリュンヒルデの特殊効果は使えなくなる。ブルーアイズホワイトドラゴンでブリュンヒルデを攻撃。滅びのバーストストリーク。私のワルキューレが。最後のブルーアイズ、哀れな没落貴族レクイエムを聞かせてやれ。プレイヤーへダイレクトアタック。滅びのバーストストリーム。